今日はお休みなので何しようかなと思って、本当はマッサージに行きたいなと思ってたんですけど、今日は予約でいっぱいだったので急遽何しようかなと思いつつ、家飲み昼間に飲んじゃえみたいなノリです。でどうせ飲むならと思って、さっき私巻き玉のでちくわのしそ巻きの天ぷらですね。これは前動画で紹介してるので作り方もあります。これはもやしとひき肉とニンニクの麺を炒めたのをご飯にのせました。おいしい。すごくいい天気で、本当に、まあ、雪かきの動画もね載せたんですけど、本当にこの冬は雪が多いので、ついに先日といいますかテレビがつかなくなりまして、2日くらいかな、でアンテナなんかぽっきり折れてたらしくって、2日間テレビ映らない生活をしました。やっと3日目の午前中にアンテナをねつけてくれる業者さんが来たようで、つくようになりました。まあもともとそんなにテレビは見ないですけど、やっぱり朝仕事に行く前に準備する時につけてたりとか、あとご飯時とかはつけてたりしたので、本当に静かな日々を送りました。ニンニクの芽って美味しいですよね。春物でのっけご飯です。お家で昼から飲むのはめちゃくちゃ贅沢ですねこのビールは最近いただいてしまいまして、今日はちょっとマリンさんの秘密を教えようかな。実はですね、まあ、秘密といったくらいの大げさなものじゃないんですけど、このまあ、いつも自分でお話しするときにベッドカバーは星柄ですって、大好きな星ですってお話ししてたんですけど、あ、お話しするときだから顔を出して大丈夫ですね。ちょっと待ってね、マスクして。マリンですそう、これね、実はベッドカバーじゃないんですよ。動画撮るときだけささっとかけてる、実はそういう類のものでして、これあれです、実はカーテンなんですもう気づいてた方いるかな。はい、カーテンのタグついてます。これねダイソーで買いました。でも100円ではなかった、多分500円くらいかな、カーテンなので。はい、でもまあベッドカバーにも見えなくないかなと思って使ってます。はい、じゃあまた飲みます。酔っ払ってきたのかな、なんか熱くなりました。脱ぐわけにもいかないし4分ですね。超贅沢。熱い。なんかアルコールが
体に入るといつもなんですけど関節にドーンってくるんですよ、私いろんな節々に。で毎回来る場所が近くて、あなんか今日ここに来たとか、あ今日はここら辺に来た、肩のあたりに来たとか、ないですかないですかね、私だけかな。なんか膝あたりにうわ来たとか、変なところでね酔っ払ってきた感が感じ取れてます。もう目の前にねお菓子とかあるんですよ、じゃがりこの梅味だったり、えびせんだったり、ラミー。でもこれはもうね3個入ってたのかな。もう私2つ食べたんでこれは食べないで、私の分ではありませんあとこれもあります、チョコレート効果。これも結構ね買い置き買ってたりしますね、もう少なくなってます。まだあるよ、まだあるけど届きませんいつものやつです、いつものプリッツです。これもあるな、もうこれしかないけど、トッポもあります。こんなんなのでなかなか痩せれないんだと思います。もうちょっと雪がなくなったら外も歩きたいなって思うんですけどね、運動不足です。ライブとかやってる方とかはもうこんな感じでずっとお話ししてるんですよね、すごいなすごいないつかライブとかできるようになるのかな私も、ねえ。はい、ということで今日はマリンさんの休日昼飲み編でした。動画はここで終わりますけど昼飲みは続けます。じゃあまたねー。